次に葛西亮君。葛西君。日本共産党の葛西亮です。冒頭金田委員長に要求いたします。ただいまの山岡議員の質問にもありましたが、今回の総務省接待疑惑は衛星放送事業者の免許更新をめぐり、幹部官僚が事業者から接待を受けて放送行政が歪められていたのではないかという重大な疑惑であります。国会における事実の徹底解明、真相解明が究明が必要です。そのために接待した側の東北新社の二宮、三上、木田、そして菅政合の各氏の招致、接待を受けた側の総務省の谷脇康彦、吉田、真人、両総務審議官をはじめ、関係者の委員会の出席を求めたいと思います。理事会で協議していただきたい。ただいまの件につきましては、午後理事会で協議をさせていただきます。委員長。葛西君。コロナ禍1年、再度の緊急事態宣言の下、多くの中小小規模個人事業者、フリーランスの方々が、休廃業、そして倒産の瀬戸際であります。ところが2月15日のまで延長された持続化給付金、この申請期限は打ち切られまして、申請したけれども、何ヶ月も待たされ、一回も給付されない事業者がまだ膨大に残されております。梶山経済産業大臣に伺います。1月26日の党委員会で、私が質問したときには、29万件という話でしたが、現時点での未給付は何件でしょうか。経産大臣、梶山弘君。持続化給付金につきましては、先ほど委員からありましたように、2月15日で締め切りとさせていただきました。441万件の申請を受け付けまして、このうち421万件の事業者に5兆4840億円の現金をお届けしております。この申請と給付の差、約20万件のうち、取り下げ済みのものが約9万件、要件を満たさずに不給付となったものが5万件、振り込み準備中のものが1万件、その他不備対応中等のものが5万件、現時点で取り下げを除く申請件数の約 98% に現金をお届けしているという状況であります。取り下げたという方も諦めちゃったということがかなりおられるわけですね。そして今大臣かなり渡したと言われたけれども、それだけでよかったとは済まされないと、つまり必要な方に届けきれていないという問題がどうするかということが政治に問われていると思います。私の事務所にもたくさんの相談がありまして、中小企業庁につないでまいりましたけれども、コールセンターやサポート会場の対応が悪いというのは非常にあるんですね。で、長期未給付の事業者の中には、申請したのに何ヶ月も、サービスデザイン推進協議会、サスイ協やデロイトの事務局から、もう音沙汰がなくてですね、そして放置されてきたケースというのが多々あります。同様に申請しても、追加書類の請求が来る場合と来ない場合があると、なんか来る人もいれば来ない人もいるということでですね、この事業実態があって、頑張ってきたのに放ってこられた上に、不備だ、不備だと何度も言われて、そして事業者の存在を否定されて、尊厳を傷つけられてしまった方々もたくさんおられると、もう率直本当に疲れちゃったと、こういう方いらっしゃるんですけど、こういう対応っていうのは許されるんでしょうか、大臣。経産大臣、梶山弘君。昨年5月から申請を受け付けを開始をいたしました。そして、予算委員会等で皆様からいろんなご指摘をいただきました。できうる限りの対応はするという私の思いのもとに指示を出してまいりました。持続化給付金はとりわけ厳しい、経営環境にある、経営状況にある事業者の皆様の事業継続を支援すべく、一刻も早く現金をお届けするために申請書類などは前例のないレベルまで簡素化をしてきております。丁寧なサポート体制を構築するなど、不備がない場合には、おおむね2週間程度で給付を行ってきたということであります。申請に不備がある場合も、マイページでの修正依頼に加えて、サポート会場やコールセンターによる相談対応等、丁寧にサポートを行ってきているという思いであります。
また制度開始当初は持続化給付金の対象とならなかった税務上雑所得や給与所得を収入として計上している個人事業者の方々を対象に追加するなど制度の改善にも取り組んできたところであります。さらに申請内容の不備修正をお願いしてから長期間返答がない方や必要な書類の確認ができない方については具体的な不備内容を記載した不備解消依頼書を文書で改めてお送りしてこうした方についても足元で6000件以上が給付という形になっております。このように不備が解消し給付を行えるように申請者の状況に応じてさまざまな段階で丁寧に確認対応をしてきておりまして当然ながら必要な要件を満たすことが確認できた方にはしっかりと給付をさせていただいているということであります。先ほど5万件が不給付と言いましたけどその8割は一度も連絡が取れない方ということでもあります。そういったことも含めてしっかりと対応をしてきてという、してきたという思いを持っておりますがそれでも委員がおっしゃるようにどこかにこの隙間にある方もおいでになるかと思いますけれども、できる限りの対応はしてきた思いであります。隙間と言われたけどね、隙間が多いんですよ、たくさん。それで長期ですね、返答がないんじゃなくて、長期放っているっていうのがいっぱいあるんです。実際、今後、相談来るわけですから。で、今、ホームページとかマイページで言われましたけど、昨年8月までの申請を受け付けて、審査する事務局を担ってきた査水局ですね、この青色のホームページですけれども、ここには今、こうあります。2021年2月12日金曜日、19時をもちまして、お問い合わせ、そして、相談窓口業務を終了いたしましたと。そして重要なお知らせとして2021年2月19日金曜日の15時をもちまして本サイトを閉鎖いたしますと。合わせましてマイページへのアクセスも行えなくなりますと。今15時2分前ですからまさにこの時間に閉鎖すると。これ一方的な対応打ち切りの通知ではないですか。梶山大臣、昨年9月以降のデロイトトーマツが事務局として対応してきている申請者を含めて持続化給付金が必要な事業者を誰一人残さない立場で審査給付しきる責任というのをどうやって果たすか、ここははっきりさせてもらわないといけないです。経産大臣梶山博之君。撮影機をサービスデザイン推進協議会 の、 その今表示がありましたけれども、ここはですね、第二次の事務局というデロイトに引き継いでます。まだ引き継いでまいります。まだ残ってるんです。だから残ってるものを引き継いでいくということであります。いや、引き継いでも、だって閉じちゃうんだから。ここいや、引き継いでいくということで、こちらから連絡をさせていただく形になっております。そういうことと合わせて、とりわけ、一刻も早く皆さんに、現金をお届けするための申請書類は、ある程度 の、 書類審査だけ、書類審査でお配りしておりますので、この前も申し上げましたけれども、その書類の様式を整えてない場合には、残念ながら、この難しい場合もあるということであります。引き継いでいると言いますけどね、ここに出した人たちは、このページ見たらもうおしまいですって切られちゃってなってるわけですよ。こんなこと許していいのかと。で、今、必要な書類がないとおっしゃいました。で、伺いますが、1月26日のこの委員会で私の質問に対して大臣は、持続化給付金の申請に関して、基準の書類が揃っていないものは、どうしても柔軟な対応といっても、一定の線を引かなければならないとこだわられました。大臣の言われるこの一定の線って何ですか。委員長。経産大臣、梶山博之君。今ご指摘の1月26日の予算委員会、私の答弁は、個人事業者等の新規開業特例において、申請に必要な開業届の提出が難しい方向けに、代替書類でも申請可能とする特例を設けるにあたり、公平性、迅速性や不正防止の観点から一定の基準を設けざるを得ないという趣旨を述べたものであります。具体的には何らかの公的機関が発行した書類の提出をお願いをするというものであります。もちろん代替書類の提出についても難しいという声があることも承知しておりますけれども、公的でない書類にはさまざまな書類が考えられます。公平性が保たれない可能性があることや、不正防止の観点からも、その公的な書類の提出をお願いせざるを得ないということをご理解をいただきたいと思います。笠井明君。公平性とか客観的ということを言われるんですが、問題はですね、どこに線を引くかだと思うんですね。実際には線引きで不備とされて、追加書類として請求書と振込記載がある通帳のコピー、
これを口座取引の証拠として提出するというふうに求められております。口座取引、通帳のコピー。だけどもね、例えば建設業の一人親方とか、ピアノ教室や学習塾などをやってる方なんかは、現金取引がやってないんですよ。月謝袋でお金集めてこうやってという形になると、結局そういう事業者かなりおられるわけです。そういう現金取引しかない事業者に、いくら基準の書類ということで、口座取引の記録を求めても、出しようがないんですね。離れちゃうと。現場の実態を無視した、いわば超えられない基準を作っちゃって、それで給付されないという方がいらっしゃるということについてはどうですか。経産大臣、梶山裕司君。持続化給付金の審査におきましては、2019年度分の確定申告書と、2020年の売上台帳を確認しておりますけれども、事業実態がないにもかかわらず、虚偽の確定申告をして、持続化給付金を不正受給したという犯罪も相当数出てきております。このことから、事業実態を改めてしっかりと確認する必要性が生じております。このため、通常の審査において提出された書類のみでは、取引の実態を十分に把握できなかった一部の方を対象に、これ、これ、大体 1.5% ぐらいと承知しておりますけれども、追加の関係書類を提出いただくように、9月下旬から運用をしているところであります。具体的には、2019年度中の対象月に発生した請求書の写しと、それに伴う振り込み、支払いが分かる通帳の写しの組み合わせ、2018年度確定申告書の第一票、令和元年度の2019年度分の市町村民税、特別区民税、都道府県民税申告書の写しの3種類の書類のうち、申請者が提出可能な書類のいずれか一つの提出を依頼をしております。したがって、現金取引の方も税務申告書類の提出によって、事務局からの追加書類の提出依頼に対応することが可能となっておりますが、ただ、その所得の申告までに行ってない方もおいでになろうかと思いますけれども、これは住民税の写し、住民税の申告書の写しをつけてもらえればということになっております。いずれにしてもですね、その時に実態はあるけど、事業実態あるけども、口座取引ない人ってとか切られちゃってる状況があるわけですよ。ね。で、そこで大臣伺いますけれども、現金取引だけの事業者っていうのは存在しますよね。運転代行とか接客とか飲食業にもかなりいらっしゃる。鍼灸マッサージ、ネイルサロンもそうです。こういう事業者っていうのは事業実態がないというふうになりますか。事業実態がないとなりますか。そのことを端的に。経産大臣、梶山裕司君。事業実態を証明できる書類をこちらは求めているということであります。委員長、事業実態はありますね、そういう人たちについても、現金取引でも。委員長、経産大臣。家庭の話ですけれども、現金取引で商売をされている方もおいでになると思います。はい、じゃあ、なぜ現金取引だと客観的公平に事業実態を確認できないのかという問題になるんですね。事業者といっても現金、口座取引以外にも現金取引だけでやっているさまざまな業種があるのに、口座取引の通帳の写しというのにこだわっているんです、実際にはそれやってて、それがないからダメって言われちゃって、不備不備って言われていると、現金取引の事業者には、結局そうなると給付金が渡らないことになるんですね、確定申告やってたって追加書類だと、現金取引の証拠のコピー、通帳がないとダメって言われたら、不正防止の名目で、結局事業実態のある事業者を潰していいのかということになっちゃうんですよ。実践的にはそういう問題起こってる。委員長、経産大臣、梶山裕司君。通帳のコピーが提出できない場合でも、確定申告書のみならず、先ほど申しましたように、住民税申告書の提出も認めているところであります。委員長、これね、実践的には大体調べてもらいたいんですね。通帳 のコピーがないとダメってなってるんですよ。そこのところ、本当にね、よく自治体見なきゃいけない。じゃあ、伺いますけれども。事業実態の確認というなら、梶山大臣ね、いくらでもやりようがあると思うんです。経産大臣が指定する伝統的工芸品というのはどういうものでしょうか。委員長、経産大臣、梶山裕司君。条文を読ませていただいてよろしいですか。伝統工芸品産業の振興に関する法律第一条に規定されます。どういうものかということを説明してください。はい、国民生活の豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展にすることを目的として作られたもの、ただその地域の独特のものに、伝統があるものについて、伝統工芸品のマークをつけさせていただいております。
今年1月15日の時点で全国で236品目あるということであります。沖縄県に首里織という伝統的工芸品があります。14世紀15世紀の琉球王国以来数百年の積み重ねで生み出された、まあ、琉球の織物で、王府の貴族士族用に色柄ともに究極まで追求された格調の高い悠々として霊美な織物が織り継がれてですね、現在に至っていると。大臣、この首里織というのも大臣指定の伝統的工芸品ということになってますね。委員長。経産大臣梶山博一君。委員のおっしゃる通りでございます。委員長。笠井明君。この首里織の中でも特に王家とか貴族専用とされる花倉織という貴重な希少な伝統的工芸品があります。この技術で師匠からですね、後継指名されている女性の染め織職人の方が、コロナで売り上げが激減するためにしたために持続化給付金を申請しても跳ねられているということになっています。材料の絹糸など や染料のがですね、非常に高額で、そして保存や管理も難しいということで、すべて共同購入していると。で、結局その中で糸染めして織り上げて作って現金手渡しで営んでいるということなんで、本人名義の口座取引がないということになってるんですね。で、跳ねられていると。何度やってもそこがダメと。100年以上の伝統がある技術で、世界からも高い評価を受けているんだけれども、職人の数は少なくて、育成に時間かかって、織り手がなかなかいないと。この方が廃業したら、その後継者がいなくなってしまうと。大臣指定した伝統工芸品。で、大臣の言われるような一定の線を引いて、結局現場ではそうやってですね、口座取引ないということで、経産大臣指定の伝統工芸的工芸品が引き付けなくなってしまってもいいのかと、この点はいかがですか。経産大臣梶山博一君。先ほども述べました通り、伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づいて、伝統的な技術、技法により製造されるなど、一定の要件を満たすものを、審議会での審議を経て指定をしているところであります。首里織は確かに伝統的工芸品に指定されておりますが、首里織に関するここの事業者の事業実態を把握して指定しているものではございません。したがって、持続化給付金の給付にあたっては、事業実態をしっかりと確認する必要があり、先に述べたような書類の提出を依頼をしているということでありまして、通帳だけを求めているわけではありません。通帳がない場合の、先ほど申しましたような住民税の申告書の写しでも結構だということも述べてますし、また確定申告書の写しでもいいということを言っておりますので、通帳がないこと、現金取引の商売だからダメということではありません。いや、大臣が指定したですね、事業者が結局こういう形で受け取れなかったら立ち行かなくなるってことを問題にしてるんですね。で、やはり今先ほどから議論してるのは、目的は事業実態を確認するってことですよね。そのための追加書類ってことですよね。それでいろんなものがあっていいっておっしゃるんだけども、例えばこの具体的にこのご本人はですね、その求めに応じて事業実態を証明する書類としていろいろ出してきました。2018年の所得証明書で、事業収入がなくて少なくて確定申告してないんで、その所得証明書を出したけども、これでもダメと。材料購入の請求書、展覧会の出品契約書、日本工芸展の受賞通知書なども提出してきた。で、事業実態を証明しようと思って、本人本当に懸命努力されたけども、それでもですね、取引通帳がないというだけで跳ねつけられ続けてるんですよ。大臣、いろんなものでいいって言われるけど、実践的には現場でそうなっていて、で、その方は具体的に言ったら、大臣が指定している伝統的工芸品を一人で頑張っている人だと、こういうことを問題してるんで、客観的でかつ公平に事業実態を確認というふうにけれども、結局実践的には口座取引の証明を求めることで、実際には不公平な、公平どころか不公平な扱いになってるんじゃないですか。委員長。経産大臣、梶山博一君。基本的には先ほど申しましたように、代替する書類でも結構だということであります。そして例えば前にも申し上げてるんですけれども、この持続化給付金には要件がある。要件で救えない人たちはどうなってもいいのかという質問を受けた時もあります。そうではなくて、やはりそこにはやはりセーフティーネットが必要だと思っております。そういった中で、都道府県ごとの地方創生臨時交付金、
こういったものも第三次補正で1兆円、さらにまた予備費でも手当をしていて、そしてこの全国一律の制度で救えないものは、それぞれの地域の事情によって救ってほしいということを各都道府県にお願いをしておりますし、2桁以上の都道府県がそういう措置も取っているところであります。問題しちゃダメですよ。臨時交付金に走ってんじゃん。持続化給付金が受け取れないということを実際言ってるんですよ。で、経産大臣指定の伝統的工芸品というのは、伝産法という法律によれば、産地制御造業者等が指定を申し出て、都道府県知事が受理して意見書を付しして経産大臣に申達をして、大臣が指定するという仕組みになっております。だから、資料より花黒売りの事業者の場合の実態もですね、沖縄県知事がちゃんと政府に対して出しているわけですから、よく知っていると。しかも、今回の申請者は地元の協同組合に所属をしていて、つまり一番最初に指定申し出るところの組合に入ってて、そして2019年の日本工芸会の伝統工芸展でも入賞して、20年の県工芸公募展では優秀賞を受賞して、大きく報道されてるんですね。これでも事業実態確認されない、できないっていうんですか。通帳のコピーがないと、もう全部それで離れてると。そうなんですよ、実態は。経産大臣、梶山博君。はい。まず冒頭に申し上げましたように、できるだけ迅速に、できるだけ多くの方にこの持続化給付金をお配りしたいという趣旨のもとに、この制度を作っております。実態を逐一個別に確認することも、こういった中では現実的ではなくて、どうしても書面での審査に頼らざるを得ないということであります。書面での審査もできるだけ簡素にしているということでありますが、それでも揃わない場合には大体の書類をということなんですが、例えば今言われた言葉では納品書とか領収書ということでありますけれども、宛先があるかどうか、この場合じゃありませんよ。宛先が不鮮明であるとか、宛先がないとか、そういったものに関しては通帳を求める場合もあるということであります。委員長、笠井明君。具体的に一つ一つ確認してたらキリがないみたいな話はとんでもないと思うんですよ。だってね、この制度があって、結局、事務局の都合でしょ、たくさんあるから、機械的にこういうふうにやらないとできないんだって言われるけど、やっぱりそうやって切られちゃった人たちは、もう生身の人間、そして事業者なんですよ。こんな形でやれたら大変なことになるということだと思うんです。ここに内閣府の沖縄総合、事務局がですね、2016年6月の沖縄の伝統工芸品の、織物に関する調査というのを出しています。報告書があります。こうあります。今後目指していきたいことはということで、その中で言われているトップは、織物の伝統文化を守って、次の時代に継承していきたいと。事業展開における課題としては、織手の確保が容易でなく、何十年もの経験と技術の習得を必要とし、大半の従事者については、地域の平均的な賃金水準よりもかなり低い水準の収入しか得られていないということが挙げられております。大臣ね、この中で伝統を残して継承するために必死に頑張っている職人なんですね。具体的なことで個々のやってたらキリがないって言われるけど、そういう方が、その励ますどころか、指定した中で頑張っている人を、普及府で突き落としていいのかということになってきます。この間、大臣にもいろいろやり取りさせてもらいました。経産委員会でもやりましたが、前向きな対応をいろいろやっていてきていただいたと思うんですが、今回もですね、伝統工芸品に指定した経産大臣の責任において、じゃあ、具体的に調べると、調べてみると、事業自体あるかどうか確認すると、これはできますよね。経産大臣、梶山弘志君。何度も申し上げてますように、これまでも書面での審査で対応してきております。提出可能な書面を求めております。そしてそれがなければ、やはり公平性、透明性という点で、なかなか難しいということであります。それらも含めて、答弁をさせていただいているわけでありますけれども、じゃあどうなってもいいのかって、そんなことは私は申しておりません。それのセーフティーネットとして、地域としてお金の予算の手当もしているということで、地方創生臨時交付金のお話をさせていただきました。委員長、笠井明君。給付する側の都合で書面で審査していることによって、結果として切られているんですよ。どうでしょう。そうなんですよ。そういう方々に対してやっぱり応援するって、もともとねこの趣旨はコロナで半減したと、大変だと、ちゃんと手当てしようじゃないかということなんだから、それについては書面でって言ったって、もう大臣はかなりもう配ってきましたよって言われて、残ってるのわずかですと、大臣はわずかだって本当に大変なんですよ。だけどそういう方々については確認していけばいいと思うんですよ。本当にそこを確認していけばいい。ここまで明瞭に確認できるような事業実態があってもですね、給付されないのが大臣の言われるような一定の線になってるんですよ、結局書面ということで。
そして口座を取引のコピー出せっていうことになって、これがある限りですね、現金取引で頑張っている事業者は救われないと。多様な取引実態がある中小事業者をすべて支援してこそ政治なのに、機械的、確実的に書面でということで、で、線引きをして、口座取引以外のさまざまな業が日本からなくなってしまっていいのかと、なくなっていいとは思ってないとおっしゃるけど、実践的にはそういうことになってるじゃないかと。で、こんな線引きを抜本的にですね、見直して改めて、やはり一件一件実態をよく見て、必要な事業者一人も取り残さずに、給付金届け切ると、こういう人に立つべきじゃないですか。経産大臣、梶山博一君。先ほども申しましたように、できるだけ多くの方に迅速にお配りするというのを趣旨に、この制度を組ませていただきました。そして、申請、審査、給付という手続きがあるわけでありますけれども、申請数の 98% 審査を通しているということであります。その 2% がいいと言っているわけではありません。書面でしっかりとやはり分かれば、お支払いをさせていただくということでありまして、現金の取引をしている人すべてが、じゃあ、しっかりとした仕事をしているかということも逆に言えるわけでありまして、そういった中でもいろんな案件があるということで、事案があるということであります。まあ、それだけで、その伝統工芸品に取り組んでいるということだけで、公平性、透明性は保てないと思っております。笠井明君。公平公平というのが不公平になってるんですよ。でね、今度ね、一次支援権今度やりますよね。今その具体的制度設計やってるということですけど、あそこでは結局この間の持続化給付金の取り組みを踏まえながら、結局事業確認あるいは事業確認機関というのも作って、それは商工会所商工会あるいは侍のついているようないろんな行政書士とか、あるいは公認会計士とか、そういう方々に事業確認するっていう仕組みも作ろうって今やってるんでしょ。結局書面だけじゃ済まないってことが実際あるからですよ。そうでやってるんじゃないんですか。やはり一つ一つで具体的に、その事業者はいろんな多様なんだから、その実態の確認の仕方っていうのは書面で、これがなかったらダメ、通帳のコピーがなかったらダメですよなんていうことじゃなくて、実態を確認すると。沖縄の件だってね、ちゃんとね、やっぱりこれ大臣指定した責任あるんですよ。しっかりそこを確認して、やっぱりそういう方々が本当に取り残されないようにするっていう努力をするということが必要なんじゃないですか。で、この方が本当に救われなかったら、本当にね、何パーセントしかありませんって言われるけど、そういう方々は本当に救われないですよ。コロナで苦しんでんだから。そこは本当に大臣、政治家として、これでいいのかと、取り残さないでやるためにと。持続化給付金だって第2弾ということが本当に求められてるんですよ。そういう中でまだ取り残されてるのに、片一方ではこうやってね、冷たい形でね、もう窓口閉めましたみたいなことやって、あとは引き継ぎますって言うけど、その方にしたらもう切られたってなっちゃって、本当にね、展望持てないですよ。これで日本の中小企業本当に頑張っていかなきゃいけない、踏ん張らなきゃいけないときに、経済産業大臣がその責任持ってる、応援するってやるんだったら、そこは本当に実態に即して、一つ一つ具体的にどうするかっていう問題について、私は大臣自身だって乗り出してどうなってんだって言って点検して、調査する、調べるってぐらい言ってくださいよ。そうしなかったら本当に救われないですよ。今までにやってきたからいいんですなんて形で済まないでしょ。だからその点では大臣として調べてみると、あるいはその点で本当にこれでいいのかということで、少なくとも点検をして、そして事業実態の確認の仕方、一時支援金だってそうやって、やっぱり改めてやろうという形で今やってるわけでしょ、あれ、デロイトがまたやるみたいですけど、そういうことについては、やっぱりちゃんとどうなってるかということで、大臣の責任で点検してくださいよ、調べてくださいよ、これでいいのかって、だってもう役人の方がいろいろ出してる紙あるかもしれないけど、大臣、政治家なんだから、ここはしっかりと答弁いただきたいと思います。経産大臣、梶山博一君。何度も申し上げましたけれども、多くの方に迅速にお配りするというのが、今度の持続化給付金の趣旨であります。そういった中で、まあ、400万件以上の申請が来ているわけですね。それに一件一件について、すべて実際で実地で確認しろというのは、なかなか難しい話であります。ですから、セーフティーネットもありますよということで、これは内閣全体の統一した考え方でありまして、そのための予備費も組んだということであります。多くの方に迅速にって言われたのは、去年5月からそういう話で、じゃあどうやって早く配ろうかってやってきたっていう話でやってきたわけでしょ。でも1年間やってきて、
それでほとんど やられたって大臣言われて、残ってるの少ないって言われるんですよ、大臣は。だったら、一件一件確認して、取り残す人がいないようにするっていうのに、やりきれなかったら、この持続化給付金の仕事っていうのは終わんないんじゃないですか。で、終わんないどころか、さらにやってもらいたいっていうのはみんなの声ですよ。そこのところで、やってきたんだと迅速にっていうけども、1年経ってて、まだもらえない人がいるんですからね。審査、本当にそういう点でもきちっとね、そうやって跳ねて跳ねて跳ねてじゃダメだということについて、しっかりと点検してもらいたいと思います。終わります。はい。